インザミドルのブログの方でも、あの、ダムドという名の深積森書いていただきましたけど、そもそもどのようにしてライターになったかっていう、そのあたりのお話をお願いします。はい。えー、っとですね、98年からライターなんですけど、えー、最初はですね、まあちょっとまあ 本当にぶっちゃけた話をすると、就職で、まあ自分もともと文章得意で、子供の時からこう、作文とか書けばコンクールで書を取るような、まあ、文才があったんですよ。自分で言いますけど <laughs> う。うん。文章得意で、まあ書くのも全然苦にならなくて数書けちゃうんですけど。で、あその頃ね、九州六、七年、その頃すごいやっぱり、 本が、本というか、ムック本が面白い時代で、映画秘宝がちっちゃい時の、要戦者の。えー、悪アクシミ劇場、アクシミ画劇場とか、まあ、あと、モンツプロレス秘宝館って本とか、ええー、まだいっぱいあったなぁ。あと、ユリーカのアクシミ大全とか。まあ、とにかくね、その、最近問題になってる、その、 90年代の鬼畜文化とか、えー、サブカルチャーの悪趣味文化とかね。そういうの、まあ、ちょっと影響は結構あって、うーん。で、例えばそのダサ作とされてる映画とか、えー、まぁ、あ、ダメなアルバム、音楽とされてるものが付加価値でよく見えるみたいな。まあ、漫画とかもそうですけど。 つかむカルチャーとかですね。で、それで自分プロレス好きだったんで、えっ、ー、と、紙のプロレスって雑誌がすごい好きで、で、紙のプロレスが、だったり、えー、バーストを見たらおん、なんか好きなこと書いてる人が大体こう同じ人で、それが吉田豪っていう書いてて、で、あ、この人の文章好きだなぁ、面白いなぁと思ってたんですけど、え、紙のプロレスが、えー、っと、 編集部員募集してたんで、僕面接を受けて行ったんですよ。で、当時そんな知る人ぞ知る吉田剛さんが、えー、面接をしてくれましてですね。で、君は編集よりライター向きだねって言ってくれて、でその頃編集者とライターの区別もよく分かってなくて、で、 結局、紙のプロレス、その面接を受けた段階でもう、その人はすでに決まってたのに面接だけで <laughs> 一応行ったっていう。で、えー、松沢さんっていう人が先にもう決まってたんで、松沢チョロさんっていうちょっと知る人ぞ知る、その人も面白い人なんですけど、チョロさんがもう決まってて、まあ僕は結局、紙プロに入ることはなかったんですけど、まあそこで、吉田さんにそうやって言ってもらったこともあって、 いろいろこう、文章を書いていろんな雑誌に送ってみたり、いろんな雑誌ってこともないな。バーストに、えー、こういう企画やりたいんです、みたいに。送って。で、当時二平組っていうプロレス団体の二平組長っていう人がこう、入れ墨を入れてんじゃなくて書いて、当時ね、あんまり日本全で入れ墨を入れてるレスラーって、今格闘家とかいっぱいいますけど、いなかったんですよね。 で、二平組の組長はこう、入れ墨を、ももを書いて、こういうレスラーがいるんですよって。今となっちゃう普通なんだけど、珍しかったんで、この人のインタビュー、あ、この人を紹介したいって言ったら、インタビューできるってバーストの方に言われて、できもしないのにできますって言っちゃって、で、それが最初の仕事なんですよ。だから僕、音楽ライターに思われてるけど、最初のインタビューは、えー、プロレスラーですね。 それで,で、その時ちょうどワープロを買ったんで、まだパソコンじゃないんですね。ワープロを買ったんで、自分がこう見に行ってるバンドの魅力について、バンドごとに分けていろいろ書いたのを、えー、愛的ロッカー論っていう。まあ、渋沢達彦の偏愛的サッカー論ってあって、それの偏愛的ロッカー論っていうのを書いて、それをこうコピーして、ホチキスで止めて、いろいろ配ってたんですよ。 そしたら、ドールの編集の塚本さんって人がいたんで、誰かが、あの人はドールにしたから渡せばって渡して、ぱってみ、見てくれて、あ、この辺のバンドにインタビューできますかって言われて、でき、やったこともないのに、できますって言って、<laughs> そしたら仕事が来て、で、これまたヤングプレジャーの始まりと一緒なんですけど、えー、 一個原稿を書くと、次に依頼が来るんですよで。それを読んでくれた人だったり、そのレーベルの人がいろいろ紹介してくれるんで、そっか今ま,までやってんですね。名刺作って営業とかしてないんですよね。いつの間にか、えー、ライターをずーっとやってて。ただまあ、吉田さんは僕にとって師匠で、まあ今はもうすごい人だ、なっちゃって。まあもう当時からすごいですけど、まあ一般的に知られるすごい人になって、 吉田さんには間接的にいろんなことは教わりましたね。で、それで特に印象深かったのが、あの、ライターたるものを、えー、何々ライターみたいなくくりは必要ないと。音楽ライターとか、えー、スポーツライターとか。まあそれ、吉田さんの師匠ってリリー・フランキーさんなんですけど、まあ、リリーさんに教わったことだと思うんですが、まあ、ライターというくくりすらいらないと。 だからあの人プロインタビュアーって言ってるからこそ、あの、紙面だけじゃなくてね、いろんなとこで活躍してると思うんですけど、まあ僕もそう思って、音楽ライターではなく、ライターでいようかなと思って、ただ当時やっぱすごい人が多くて、吉田坊さんもそうなんですけど、上地さんとか、まあ銀手小林さんとか、その漫画とか映画とか芸能人本とか、 まあ、とにかくもうこれ、自分じゃちょっと立ち打ちできない。資料的にも知識的にも立ち打ちできないなと思って。で、まあもう自分は音楽だけでいいや、特化しようと思って。この人は、ね、勝てないから。と思って、もう、割と絞った結果、うん、音楽深く突き詰めて、まあ今があるって感じなんですけど、 まあ、これでいろんなことをやってたら、例えば、マイケル・モンローとか、リアン・ハンターとか、ブライアン・セッツァーとか、ウィルコ・ジョンソンとか、レミーとか、インタビューしたけど、会えなかったんじゃないかなと思って。音楽、しかもアンダーグラウンドなドールとか、でやってたからこそ会えた人、そういう人に会えたんだなと思うし。ただね、自分は、 まあバンドの裏方スタッフやったり、ライターもやってたんだけど、一番やりたかったのはバンドなんで、えー、できないから代わりにやってただけの話です。だから、正直言うと物を書いたりとか、まあトークの司会やったりとかはいつでもやめれるし、あの、オファーが来るからやってるとこあって、ライターとかこう、まあ仕事来てからには、 いいとこ伝えようっていう、真実を伝えよう。本当の真実っていうのが、本当の魅力ですね。とかみんなが気づいてないとこ伝えよう。まあ、ダ,ムダムダドムについて書いたのも、えー、ハノイロックスについて書くのもそうだけど、そういう使命感は勝手にあるんだけど、正直いつ辞めてもいいですね。あの、自分がやりたいのはバンド。えー、ヤングパレージャンが一番やりたいんで、そ、あのー、 ま、当初はその、ライターの人が遊びでやってるバンドみたいに思われたかもしれないけど、まあ、今は言われないんで、それは自分がやったことで結果は出せてるのかなと、納得さ、あの、説得力は思いますよね。やっぱでも、プレッシャーとか思ったことないけど、ハードルは高いじゃないですか。あの、今までずっと散々人にインタビューしたりレ、レビューとかで、好き勝手、 評論してたことが、今度は自分が評論される場になるわけで。うん、でも、そういうふうに、えー、言われてはないので、多分ヤングパリジャンではいい曲作って、えー、いいバンドをやれてんじゃないかな、とは思ってますね。うん。そんな感じです。